はい、と思いますね。ですよね。またこのスネークスリーハードですからね。そうなんですか。はい、これ息つく暇もないという感じですね。はい、はい、テンポが速いですね。大間さん、こんなペースで進んでいくんですか、10分間。そうですね、あの12秒なんですね、1回の攻撃が。その12秒の中で必ず、まあ、5人制で言えば3ポイントラインの外に1回ボールを出さなければいけない。はい、これが一つルールになります。また今内野選手がちょっと故意的にファウルしましたけども、どうやってファールでファールを使ってボールを止めるのか、これも一つ大事なプレーになっています。出ました。西岡も2ポイントを打ってます。これが2でいいんですね、岡さんね。そうです。はい、先ほどファールの話出ましたけど、個人ファールないんですよね。チームファールで進めていくという。そうなんですね。で、中国コミスのファールが、またチームファールになって7つでしたか。そうです。はい、はい、個人のファールはありません。なので、1人何回やっても OK です。宮下が決めていきました。はい、さあ、ですからこう本当に大川さん、頭を使いながらももう熱いプレーをしなきゃいけないですし、大変ですね。普段はこの4人で、コート上は3人でプレーをしていくということなんですね。そうです、そうです。なので、4人で回るので、本当にずっと動き続ける。20のグーポイントシュート決まっています。シュートが入っても交代はできませんから。そうなんですか。はい、ファールか、あのボールを外に出すしかないですね。攻守が切り替わる。ロシアに勝ったんですが、MVP を獲得した選手です。そして長田、スピードがありますね。ありますね。シュート力、スリーポイントもありますからね。ほとんど休んでないですよね。はい、ステファリー、来るか、来た。となるとですよ、大川さん、本当にもうどのタイミングで休めるかというと、どうなんでしょう。もう本当にあのずっとラリーがこうして続いた時にはですね、ファールで止める。あ、またあとプレッシャーをかけて相手のミスを誘ってボールをやっぱ出すしかないですね。はい、ボールはあの6号ホールです、はい、右手の6号ホールで重さが7号なんですね。重さが7号なんですね。ポイント、やっぱり大川さん、この2点のシュートが鍵になるんですね。そうですね、どうやってその2点を取らせるかっていう、まずスクリーンプレーが結構ありますし、もちろんやっぱこうやってインサイドで、はい、攻めていくっていうのもやっぱ得点重ねなきゃいけないですから。20から
別物の競技と考えているのかどうか、どうですか。でもこれはもう、でもバスケットボールですかね。だからボールを作って、はい、まあ、人数は違いますけれども、リングに入れる、バスケットするっていう部分では同じだと思います。ただやっぱルールも違いますし、そういった部分でやっぱ共通するものはたくさんあるんじゃないかなと。出ていますが、終わってきました。さあ、ここすぐ行ってくる。おー、入れ返してきました、篠崎。さあ、よく今、しないから、すごいと思うんですよね。その中でしっかりとシュート決められる、素晴らしいですね。精度を上げられる、すごいなと思います。30秒してきました、8対7。これだけシュートを打っていますけど、一番2ポイントの世界ですから。なんかこう、一気に開くって感じがないですね。ないですね。大賀さん、もう最後の3分、2分、1分、相当きついでしょうね。そうですね。でも私はですね、今日何を伝えたいかって言いましたら、やっぱりまだね、オリンピックが決まってないということで、やっぱり3月にインドで最終予選があるってのも決まってるんですよ、はい、なので、もちろんやっぱり5人制のリーグ中でありながらも、こうして挑戦してる選手たちを、ぜひここで激励をしていただいてですね、背中を押していただいて、3月、みんなリーグがありながらもこう挑戦する選手たちに、はい、ぜひあの激励を今日、届けてほしいなというふうに思います。あ、山本、そして篠崎、これで8対8になりました。そうですね。これ実際にもし同点という場合には、まあ、今日は特別ルールですけども、大賀さんどうなっていきますか。延長の場合ですね、はい、先に2点取った方ですね。あ、はい、リード覚えるか。おー、決めた。9対8、オレンジの1点のリード。さあ、時間かかりません。ワンタッチですね。見落ちた石岡か、決まっていて落ちた。オレンジ勝ちました、9対8。大きな拍手を。すごい7分間でしたね。目がついついたところが聞いていかなかったっていうのがありますね。ステーキハウスドロンコビリープレゼンツ W リーグ 3x3 ベストオブベストオールスターマッチ、9対8チームオレンジの勝利となりました。それでは改めまして、選手の皆さんに大きな拍手をお送りください。表彰セレモニーを行ってまいります。それではただいまよりステーキハウスブロンコビリープレゼンツ 3x3 ベストオブベストオールスターマッチ表彰セレモニーを行ってまいります。勝利チームには株式会社ブロンコビリー代表取締役社長竹内勝人様よりブロンコビリー賞金券5万円分が贈られます。竹内様、ありがとうございました。